対最強高校の一戦は両チームとも無得点のまま前半21分過ぎからです。強い学校を引き継ぐっていうのはプレッシャーもあるんでしょ。そうですね、まあ、いつも勝ってるんだという気持ちがですね、まあ、選手にもひしひしと感じてると思いますけどね、だからこのゲームにしてもですね、山内高校はですね、何人かですねこの準決勝で出てるわけ、決勝で出てますからね、昨年もでね、今年初めてありませんのでね、やはり、今度は勝とうという選手もおると思いますね、はい、そういう意味では宮成監督になって3年目ということは今の3年生が1年生の時に変わった計算ですから、そうですね、初めてフルメンバー自分が一から教えることになります、そういうことになりますね。同じ監督のキャリアを持っていますのが最強高校の照内監督、こちらも監督3年目を迎えるんだそうです。さあ中を突いていきます。最強高校チャンス大事にしていきたい。ミドルシュート放ったのは2番梅地ですが、これはそれていきました。思い切って放っていきました。梅地地域ユース山口選抜、誰よりもサッカーから、ね、前サッカーの好きな真面目な性格の選手です。さあ照内監督、やっぱりベスト4からここまで来たら勝たにはいかんと激遊んでいます。さあ15番の酒井から、その酒井の動きは非常にいいものなんだと言います。前線に縦パスを送ります。プラス繋がっています。酒井が一生懸命追いつこうとします。動きとしてはこれ中盤での競り合いというよりは共に前線に送り合っての攻め合いですか。もう少しですね、中盤をつなぐと面白いんですけどね、中盤をですね横横つないで縦出すというようなですね、はい、今いいプレーなんですけどね、まあ、そういうそのちょっとコンパクトなですね、間選手との間がありませんのでね、はい、そういう風になってくると思いますけどね。はい、山口高校また競り上がっていきます。タッチライン際これ割っていません。中に戻ります。廃墟高校パスカットでカウンターアタックに切り替えたいがプレッシャーがきつい。山口高校強い。さあ中を突いて上がっていきます。最強高校6番豊島から、足が非常に速い選手、豊島が縦パスが通っている。11番の酒井が左サイド、これは引っかかった格好だがまだボールが生きています。山口高校が大きくクリア、前線にスルーで送っていきます。さあ9番の田村、右サイドから中についてもう一人いません。最強もクリア。山子はですね、やはり9番の田村君ですね、はい、あれだけ球が出てくると面白い、展開になってきますね。そうですね、はい、さあ3番の木村から、そして15番の3番の久田から15番の酒井に送っていきます。ゴールキック立て直していきます。最強高校キーパーは村上聡、そしてこの中盤ボールを前に送っていきます。山口高校10番西野、あの長いボールを前が蹴らすのよ。中井山中、まあ、つまり横横つないで縦に出すっていうのはサッカーっていうのは横へのパスっていうのはさほど怖くはないんですね。そうですね、それで様子を見ながらオープンスペースを過ぎて縦にポーンというような、それがですね、はい、なかなかですね、選手の動きがないと出せませんので、ね、さあ中のヒールヘッド、これは合わない。さあ右サイドからボールが行っている。10番は西野、まだチャンスあります。山口高校中から10番からボールが移りして15番酒井、うん、これはもったいない。さあ当たりはよくなっています。7番の村、最強高校オーディー絡んでる。7番の野村、最強高校です。さあここで大事にしていきたい。逆サイドヘッド、これはクリア、西野に8番ですね。
8番の最強高校福浦、ここですね、福浦隆之、記録も福浦隆之、ヘディングです、折り返しています。堅実なプレーでチーム一番の努力陣、福浦隆之が先制点決めました。前半の26分です。待望の1点先取した最強高校、後半に入って少し疲れが見えてきました。後半26分過ぎからです。クリアします。ディフェンダー最強高校2番の名人、向こうサイドから山口高校、位置としてはチャンスです。一寸止めてヘッド、オサイド、これ流しました。さあ外からオープンスペースを探したいが、ディフェンダーが厳しい、正面いったものを書いて7番吉田、シュート、7番吉田陽一、キャプテンが決めました、同点。10番から後ろですね、9番10番7番ですね、そうですね、はい、9番10番7番と押し戻したこの裏を書く、そうですね、このコンビで取りましたね、点を。9番田村から10番西野を使ってさらに裏を書いて7番吉田陽一、ね、これキャプテンが決めたってのもチームの雰囲気作りにはいいです ね、 そうですね。後半26分でした。さあこれで同点です、これで同点です。やっと山口高校としては落ち着きを取り戻せるという感じですね。そうですね、やっぱり今の初めからそういうようなスピードがあればできたんですけどね、まあ今までちょっとどっちか言ったら同じタイプですからね、迫力に欠けてたということでしょうね。さあ今から最強もですね、頑張らなきゃいけないんですよ。そうですね、観衆の雰囲気も変わってきましたね、今ちょっとあれですね、疲れが出てですね、外へ球を出してましたんでね、逃げの方に入ってましたから、逃げでは山口高校また前線にボールを出します。9番田村が追いかけていきます。ボールはまだ生きています。タッチライン間に合うか、間に合わなかった。さあ山口高校2番の石川から中に入れて正面です。これはディフェンス厚い。さあ今度は反撃、最強高校前線にまだ帰っていませんでした。そうですね、横につなぎます。そう、もう一つ横、市川から、ね、もう一人落ち着いて9番の田村を使います。田村が中にゆっくり入れます。そう、同点に落ち着いて、同点になって落ち着きが見えてきました山口高校。これが本来の山高サッカーです。9番田村、中つなぎます。足場を使って10番の西野、さあフリーキック、さあちょっと最強にとっては厳しい位置、7番の吉田陽一、先ほど最終的にゴールを決めた吉田陽一、彼が蹴ります。壁は3枚、そしてゴール正面に田村が控えています。直接行きましたが良かった。さあ手元の時計はまもなく残り10分になろうとしています。前半の8分にまず最強高校が8番の、前半の26分にまず最強高校の8番の福田がヘディングシュートで先制、後半26分山口高校がその1点をやっと返しました。キーパーを抑える、勢いが出てきました山口高校。山口高校今シュートを放ったのは9番のカメラでした。さあまた上がってくる、みるみる雰囲気が変わってきましたね山口高校は。そうですね、やっぱり横からえぐって、サイドから中心出すというパターンになりましたんでね、やはりこのパターンがですねお互いにないといかないですね、
ボールだよ、ボールだ、ボールだ、ボールだ。まあ、高校サッカー選手権と言いますとね、3年生にとっては高校サッカー最後の思い出になるわけですよ。そうですね。せめて結果負けるにしても自分たちの悔いのないプレーはして帰ってほしい関係 で、ねまあ、結果は今同点に追いついてますし、そうですね、そういう意味では山高サッカーらしい部分がやっと出てまいりました。さあシュート、うまい。3番の久田、うまい具合にキーパーの前でカバーしました。3番久田、ヘリングが強い選手、果敢な選手、3年生です。ちょうど今70分ですね、始まってですね。そうですね、普通でしたらこれ終わってるんですけどね。インターハイは35分ハーフですからね。そうですからね、この10分がですね、あとスタミナですね。コーナーキック、ヘッドは合わない。おっとオンゴールになるところ。キーパーこうやって、ね、いやいや今のまあ、結果な70分か80分か選手権かインターハイか、ね、この最後の10分から運動量もありますね、あのね、あとのねやはり10分というのはきついですよ、日頃やってませんからね、はい、まあ、これがスタミナといいますか気力でしょうね。さあまたチャンスを迎えます。最強高校コーナーキック、6番の最強高校豊島、中に入れていきます。ヘッドは合わない。キーパーダイレクトを抑えました。山口高校ゴールキーパーは水永武史。さあ10番の西野にボールが当たっています。これを必死にクリア。4番の橋本、最強高校4番橋本、国際選抜選手、運動量が豊富なスイーパーです。さあもう1回虎視眈々とチャンスを狙う山口高校。あいつ止めんな、集中しとけ、集中しとけ。高校サッカー選手権大会、この後のルールはもし同点ならば延長戦があります。延長10分ずつの10分ハーフの延長戦があります。その延長戦の流れを決める中でも意味でも、そうですね、この後半の終わりというのはペースを掴んでおきたいですね。さあ右サイドから中に入れていきます。正面に追いついている。これは追いつくか、一旦下げます。8番の福田、中に入れて燃えています。7番の野村、おっとこれはゴールキックです。チェックをうまい具合に入れました。2番は石川、山口高校、2番の石川2年生です。堅実なプレーをします。最強高校手にですね、18番がアウト、10番がいいですね、10番がいいんです。18番の山中アウト、10番の山根翔太を入れます。最強高校山根翔太選手、3年生、シュート力はチームで一番ある選手。さあここで決勝点を期待してか送り込んでまいりました。さあ中盤からゲームメイクしています。7番の野村から、今度はボールを支配したのは山口高校です。一旦の下げて立ち上がり待っています。最強高校のスローインです。ね、ゆっくりすればいいんですがね今。さあ前線に送り込んでオフサイドの旗は上がっていませんが、クリアされます。山口高校が今度は上がっています。ゆっくりゆっくり、さあゆっくり、そう横に回していきます。2番の石川、この選手の動きも良くなってきました。さあチェックは厳しいが、それをかわして10番西野、チェックをしたのは3番のキャダ。来た。さあスローイン短く入れてきます。ゴールキックに変わります。さあ手元の時計は後半残り5分を切っています。得点は1対1、前半の26分、最強高校がまず8番の福田のヘディングシュートによって1点を先制。一方後半の26分、山口高校7番の吉田が最終的に押し込んで同点に追いついています。得点は1対1、山口対決、残りの時間は5分を切っています。延長戦には入るのか。運動量を考えると、なんとかこの40分ハーフ、80分で決着をしておきたい。さあスローイン、佐藤浩二キャプテンのスローインです。右サイドを使っていきます。
青いユニフォーム西京高校、7番は野村修一。おっとこれはフリーキック得ます。これはイエローが出ますか。イエローが出ました。3番の久田にイエローです。まあねえ、この時間になりますと当然ゴールされたくない心境からトリッピングもきつくなりますが、ね、やはりルールはルール、今のにはイエローです。今の入ればですね、あの得点ケースがありますんでね、さあ6番の豊島キャプテンのほぼ角度がないキックになります。もう一人絡める必要があるでしょう。ゴール前ヘッドアッター、おっとここまであった、もう一回リングを決めて、ナイスセーブ、ゴールキーパー西田です。真正面ですね。クロスバー、よくいやったですよね。ヘディングもヘディング、2メートル44のクロスバーに見事に当たって跳ね返る、リバウンドボールを見事にシュートしましたが、それがゴール正面、そうです、ね、キーパーを抑えました。さあカウンターでヤバコーボール、シュートはこれはディフェンダーに当たった、もう一回チャンスを狙っている7番の山口高校、7番吉田洋一です。サイドチェンジ、ヘッドでもう一回、10番西野正面からこれをクリアする、まだ山高ボール、2番の市川向こうサイド、6番の長宗、そしてそれを西京が奪った、ぐっと押し上げていきますが山高のディフェンスも厚い、もう一回西京が前線に送り出していく、ディフェンダーにかわされます。4番西京高校スイーパーの橋本、タッチライン割りました。山内高校助かりましたね、今のポストは。そうですね、次のシュートも素晴らしかったですがね、キーパーの真正面でしたね。これはもう延長戦にもし入っても両方のチームとも勢いはありそうですね。そうですね、これは面白いですよ。さあスローイン浜口高校です。手元の時計は残りロスタイムを含めず2分を切っています。さあ運動量を考えるとなんとかこの40分ハーフで決着をつけておきたい。今のはレフリーボールですね、多分レフリーボール、球が止まったということですかね。ははは、珍しいことですね、これ。違いますかね。あ、ボールは最強、ボールで取ったんですね、スローインですね。さあまたスローインです、手元の時計は残り1分を蹴っています。中に入れてヘッド流してゴール右サイドクリアします。山高のディフェンスがうまい具合に伝えてきます。16番の原、そして10番の西野、大京高校タッチに逃げます。さあ山口高校スローイン、2番の市川から、そして9番の田村、西京高校が長い縦パスでつながっています。なんとか必死に登っていきます。西京高校10番山根、後半から入りました。ああフリーキックは山口高校です。手元の時計はロスタイム、長いボールを前線に送り出していきます。さあほぼもうこのプレーしかないでしょう。ロスタイムに入っています。タッチに行きます。第2試合レフリーは大井さん、ラインズマンは太田さん、藤田さん、指揮選手は宮崎さん、レフリーの大井さんが時計を見ています。まだプレーを行われています。スローインは西京高校、ゆっくりと落ち着いて、ここで笛が鳴りました。今日の第2試合西京高校対山口高校、
前後半終了して1対1同点。これから10分ハーフの延長戦に入ります。今度のエイブルはコピー、ファックス、プリンターがまとめて性能アップ。しかもぐーんと小さくなった。ニューエイブル。オフィスの新型ドラえもん。あん。The Document Company Fuji Xerox。 ご覧の販売会社で。第74回全国高校サッカー選手権大会山口県大会の準決勝第2試合、西京高校対山口高校は前後半折り返して1対1延長戦に入りました。延長戦は10分ハーフ、20分間で行われます。 J リーグの中継と違いまして V ゴール方式は採用されていません。したがって得点に関係なく20分は試合が行われます。さあ白いユニフォームが山口高校です。右サイドを使って山口高校の5番の中尾が飛び込んでいきます。さあ山根さん、はい、まあ想像はつきましたが、はい、延長戦になりましたね。そうですね、やはりですね僅差でどちらかと思ったんですが、やはり同点ですからね、まあ、予想通りといいますか、はい、今からのスタミナの配分がですねどうなっているかですね、この2分が楽しみですね。コーナーキック9番の田村が蹴ります。深い位置、一旦足元に落としていきます。山口高校この位置でコーナーキックをするのは非常に得意としています。キーパーが抑える。最強高校ゴールキーパーは1番村上聡。さあ延長戦に入って山口高校に勢いがあります。また前線に出ていきます。正面からシュート、後ろから7番のバックアップ吉田洋一が蹴り込みましたがゴールポストの右。延長戦になって気になる点といいますと、まずやっぱり80分間戦った後ですから運動量があります。はい、そうですね。どっちかというと試合終了前後半終わった後はハーフタイムの指示というよりはもうマッサージなり休養を考えているのが監督の第一。そうですね。でここまでの流れを考えると何が言えますか、大事なことは。そうですね、はい、今からですねもう今まで練習したものをですね全部出すと、はい、出すためにはですねスタミナがいるわけですね。スタミナがどれだけですね、はい、練習の時耐えて、蓄えているかですね、これが一番問題になってくると思いますね。あとは精神力ですね。そうですね、勝つんだという精神力。そうですね、勝てば決勝戦です、はい、延長戦に入っています。山口高校対西京高校、今日の第2試合です。さあパスが短く山口高校のペースになっています。さあ逆サイド攻めていきますがヘッドでクリア。白いユニフォームが山口高校、青いユニフォームが西京高校。フリーキック、山口高校です。ゴール前いい位置のフリーキックを得ました、ね、山口高校。これはですねできれば直接狙ったら一番いいんですけどね、狙えるかどうか分かりませんが8人の壁を作ります。山口高校フリーキックを蹴るのが山口高校。青い壁、青い壁を作ります西京高校。さあフリーキック、さあこれはトリッキーなプレーをします。揺るがしてクロスバーの上、今目の前を蹴るようにして一瞬横切った、これが目を奪うんですよね。そうですね、だけどですねその前のですねあのキッカーがですね、立ち足から蹴ったですからね、走り込んでいけるとまだ勢いがあると思うんですけどね、狙ったんでしょうかね。吉田洋一キャプテンが結果蹴りました。さあ今度はなんとか太陽高校が前線に持ち込んでいきたい。さあ中をついていきます。山口高校シュート、これはゴールの右。山口高校勢いが出ましたね。時計の針がまもなく3時45分になりまして、まあ、西京高校山口高校ともに学校が近い関係で今日月曜日学校が終わったんでしょうか、観客増えてまいりました。増えてまいりましたね。さあ決勝戦並みのエールが聞こえるようになったと思います。さあ延長戦に入っています。気温がちょっと冷え込んでまいりました維新公園。さあ山口高校です、
さあ7番の吉田洋一キャプテンに送ります。そしてつながっている5番の中尾、中尾有美で突破、中尾ついて森田に中上がっている、橋本がっている、うん、いいシュートですね、今のは角度の変わったですね。キーパーよく抑えましたよ。素晴らしいキーパーでしたね、今。この守護神、守護神をバックにつけて、ぜひ最強高校を前線に送り出してほしい。さあ、抜けている、中を抜いて、最強高校、おっと、足元、混戦、クリア、山口高校クリア。さあ、ともに面白くなってまいりました。延長戦、延長戦前半の5分を回っています。ボールを持っていますのが山口高校の5番中尾、中に入れます。海峡高校が今度は前線に出していきます。海峡高校10番山根から一旦下がります。さあ、今度は山口高校の10番西野、向こうサイド3番の木村がそれをクリア、タッチに逃げます。スローインから山口高校2番の市川のスローイン、スピードがあり堅実な2番の市川がスローイン、チェックが厳しい3番は木村、中についていきます。おっと、これは逆サイド、山口高校追いつくか、立ち上げは生きています。5番の中尾、中ついて、これはいい位置、チェックが厳しい、中ついてキーパーを抑えた、キーパー反応いい。山口高校15番は酒井、ああゴールキーパーのホーム運動量かなり消化しています。さあ、最強高校、これはレフリー流しました。さあ、今度は最強高校が前線に持ち上がります。右サイドからここでホイッスル、フリーキックは最強高校です。この位置も警戒したい、最強高校はチャンスにしたい。ゴール前には11番の酒井が上がっています。10番の山根も控えています。そこに向かってダイレクトに行ったヘッドは合っている、ゴー、8番ですね。山口さん、ちょっと待ってください。とりあえずお話。